今日はリースなんですけど、うん、はい、白を中心に白とシルバーリーフでちょっと選んでみました、はい、3の倍数っていうのはリースの鉄則、規則正しく植えるのでリースは難しくない。いや素敵ですね、ありがとうございます。いやこれ欲しいな、はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、グリーンギャラリーガーデンズのケイスケです。そして土山澄美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はガーデンシクラメンのリースの寄せ植えです、はい、リースね。リースリースの作り方、リースの作り方です。はい、やります。はい、リースの寄せ植えではないのか。まあ寄せ植えです。寄せて植えるリースの形に作る。なるほどなるほど。はい、そうかそうか。リースは土の分量が少ないので、うん、冬に適してるとも言えるんですね。はい、あ、そうなんだ。はい、夏だとほらすぐに乾燥してしまって、はい、水やりがすごく大変ですけども、冬場はそんなに植物もたくさん水を吸わないし、はいはい、成長する速度も遅いので、確かに前の動画で言ってましたよね。はい。はい、水やりが結構大変です、ね、特にクリスマスなんかねリースってね、うん、イメージがあるから、ね、すごく素敵です。やっぱり成果に勝るものはないですね、はい、そうです ね、はい、じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はリースなんですけど、うん、はい、このツルのカゴでできているリースの型を選びました、はいはい、いろんなあのリースの容器って売ってるんですけれども、はい、今日はこれがナチュラルでいいかなと思って選んでみました。いいですね。でこちらはこちらよりも一回り大きくて直径が35センチ。こちらは30センチです。5センチ、はい、5センチ違うんですよね。30センチぐらいだとだいたいこのくらいの苗9個ぐらい、うん、もしくはもう一つ入れて10個ぐらい、10個ぐらい、はい、がちょうどいい量です、うん、30センチは9から10個、はい、そうですね。でこちらだとまあ12ぐらい、13が、5センチでそんな変わるんですか。結構ここ太くなってるんですよ。こちらよりも少し太くなってるてるし、厚みがあるんだ。ちょっとこれよりはちょっと苗の数が多い。目安としてはこの中に苗をちょうど入れてぴったしぐらいの量があれば大体できます。大体できる。はい。で今日は白を中心に白とシルバーリーフでちょっと選んでみました、はい、ガーデンシクラメンを3つ、うん、それからアリッサムが3つ、アリッサムが3つ、それから白大菊が3つです。なんか料理番組みたい、はいはい、白炭菊は白炭菊いろんな種類があって、シルバーレースって言われてるレースのような感じのものと、それから一般的なもの、雪の結晶みたいな形しているものと、こういうシラスって呼ばれている丸葉のものシラス、はい、はあります、ね、パンジーの寄せ植えでね、はい、結構使ったのでよかったら見てみてください、はい、この丸い方が今日は優しい感じになるかなと思って選びました、うん、あ、なるほど。例えばリーフは例えばこういうロータスブリムストン、ロータスブリムストン、はい、これも結構これと合わせると可愛いです。可愛いですね。これ可愛いです。すごく可愛いです、ね、はい、優しい黄色が先端に入ってて、 そうですね、はい、それからこうやってアリッサムもいいですけれども、うん、よく咲くスミレの白もいいかなっていう感じですね。なので今日はこちらとこちらとこちらの3つの組み合わせでやっていきたいなと思います、うんうん、そうして一番上にこういう色っぽいつる性のものを最後に入れます。それはクランベリー、クランベリーです、はいはい、入れるとちょっとおしゃれな感じに出来上がります。まずですね、容器に穴を開けます、開けます、開けます、はい、はい、いうふうにそうやってセンターをつまんで切る3箇所ぐらい、3箇所ぐらい、はい、切ってください、はい、で切り終わったら土ですね、培養土ですね、もうこれ切ってあるんでね、はい、培養土はマンガンポケを混ぜたものです、うん、そしてそれをだいたい1センチぐらいの厚さに入れます。そこ石まかないんですね。そこ石いらないですね。土分量少ないので、うんうん、あのもうそのまま直に土でいいです。こんな感じですね。薄く、はい、はい、薄く入れました、はい、でそれからまずガーデンシクラメンを3箇所に入れます、うんうん、こうやって出したら3の倍数っていうのはリースの鉄則、そう、まあ、鉄則ってほどでもないんですけど、違うんですかこのくらいの大きさだったら3の倍数がいいかな。例えば大きくなると3の倍数じゃなくなってくるじゃないですか、はいはい、なので、まあ、このくらいだったら3の倍数いいです。30センチぐらいだったら、はい、で少しだけ根鉢を崩しました。シクラメンはあんまり根鉢を崩し、はい、根鉢を崩さない方がいいですね。で花もキューッと真ん中に集まっているシクラメン多いですけれども、うん、少しこう外側に、そんなやるだけで、はい、そうなるんですね、少しなんか伸びやかな感じにしてあげた方が自然な感じ、はい、ですね。3箇所に植えます。あ、先にシクラメンならシクラメン、はい、だけ植えると位置が綺麗になるんですね、はい、1、2、
バランスがそれで取れるんですね、はい、そう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 、いい感じにできます。でこう、そして次がアリッサムですね。アリッサムはこの根鉢がバサッとこう落ちるので気をつけてください、丁寧に。そうなんだ、はい、で次こちら、こういうふうに規則正しく植えるのでリースは難しくないと思います。手付けにもできそうだな、なんか、はい、だと思います。こうめっちゃ適当な返しだって圭介さんも一回ほら寄せ植え作ったんで、だいたいなんとなく分かったじゃないですか。そしてこの私の動画一緒にやってるので、うん、結構できると思うんですよ。本当ですかね。はい、だってこの間作ったのもなかなかだなと私は思っているんです。本当ですか。実のところ。本当ですか。はい、でもまだ売れないんですよあ、で白大菊は結構、はい、落としても大丈夫です。はい、でここに入れますね。あ、本当だ。そうやってやると結構隙間が、はい、ここに最後にこれを入れようと思っているのでちょっとここ開けてます。でこれ、手軽、なんかあっという間にできちゃいそう。この傾けはどうするんですか。傾けはね、まっすぐに植えます。まっすぐ、まっすぐ植えます。上から見て、うん、ドーナツみたいに形がなってる方がいいんですよ。あ、じゃあ傾けたりする必要ない。そう、ないです。クランベリーちゃんは人気ですよね、はい、いつも売り場にいっぱいありますけどあっという間になくなりますよ ね、 ね、はい、赤い実が可愛いですよね。可愛いですね。そしてこの紐が、うん、紐っていうのは茎つる、はい、つるが素敵な感じにこうくるように入れたいので、素敵な感じが皆さんちょっと分かんないんですけど、あ、そうよね、うん、こっち側とこっち側にこうくるように、うん、ほうほう、こうリースを沿うような感じで、はいはいはい、こうなるように、はいはいはい、こうなるように、こうなるように、うんうん、土入れてないですけど、うん、まあ、こんな感じどうですかみたいな感じです。こんな感じ。飾る時はクランベリーちゃんが上、一番上ですね。つるがあるとちょっと素敵なんですよ。なんかリボンが、ここにリボンつけてよくあるじゃないですか、うん、リース。それでリボンがくるくるっとこう下に落ちてるような雰囲気になるんです、素敵なので、これ欲しいなどうぞ、じゃあお買い上げください。お買い上げ、あ、そうですよね、はい、こんな感じですかね。こんな感じでできちゃいます、はい、うんうん、大体10ポットでしたね。それであとは土をしっかりと間に入れて、はい、土を入れる時も入れながら位置が変わってきたりするので変わらないように丁寧に。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。あと リース寄せ問わずじゃないですか。そうですね、全てそうですね。すごい変わりますよね。変わります。だからこう土を入れることだけに一生懸命なっちゃうと、うん、位置が変わってきてしまうので、はい、変わったら戻すっていうことですよね。戻してあげる。そうして、はい、全部土が入ったら水苔を敷くんですよ。あ、水苔はね、はい、水苔は来る前に水に浸しておいた方がいいです、はい、もう浸してあります。これですね。こんな感じですね。結構浸した、はいはい、で水苔はこうやって、うん、こう紐状にするといいです。あ、そうだ、紐状にして、うん、もう外側はぐるっとぐるっとどうやります。ちょっとやってみたい。はい、どうぞ。これぐらいですか。このぐらいです。はい、でくるくるっとやってこのところ。そう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 、 あんまやりすぎてもダメ、うん、ここ、はい、ここに敷く感じ、はい、押さえ気味でもいいですね。でこれでぐるっと全部巻くっていうか。なるほど、じゃあお手伝いします、はい、で葉っぱを埋めないように丁寧に、葉っぱを埋めないように、はい、丁寧にここをかき分けて、うん、そう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 。あとは内側です。ここ。あ、内側も。はい、内側です。なるほど。内側に土を入れる時の注意点とかってあります？うん、それはやっぱり葉っぱとか茎を埋めないことですよね。うん、あ、なるほど。そう、茎を埋めたらそこから腐り始めてしまいますので、それを一番気をつけていただくといいですね。ちゃんと入ってるかどうかを確認する、うんうんうん、っていうことですね。なるほど。そうしたあと間なんですけど、間にも少しだけ入れた方がいいですね。こういうところね。はいはい。こういうところ。水苔を入れる理由としては、はい、保水性と土こぼれ、ね、はい、土こぼれがもうほとんどなので。あ、なるほどなるほど、まあ、保水性は結構土いっぱい入るので、はいはい、多分大丈夫なんですね、うんうん、春とか夏とかはやっぱり保水性ってことを考えるとやっぱり中の方までしっかりと水苔敷いといた方が安心です。培養土によってはね、保水性にこう特化した土とかもね、はい、うん、ありますね。ありますよね、はい、なんか メモが置いてあるよ。獅子座さんが書いてる。獅子座さんですね、多分ね。
リースっていうのは再び戻るっていう意味があって、ええ、はあ、幸せがくるりと回ってもまた戻ってくる、それが永遠に続きますように。なるほど、だから同じような感じでこうくるくる、うん、で玄関にリースをかけるのは、うん、魔除けの意味と、はい、出かけた人が無事に帰ってくるというおまじないの意味もあるということらしいです。そうなんですか、素敵ですね。すごい素敵、先生そんな素敵なの作ってたんですね。なんかいや、それより私なんかシドさんの協力してくれる気持ちが気持ちが素敵こんな素敵な、ね、はい、意味合いがあったなんて、そうですね、はい、こんな感じで出来上がりです。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで完成しました。いや素敵ですね、ありがとうございます。いやこれ欲しいな、はい、はい、お買い上げください当然だってね、はい、注意点とかあります、はい、いつものように、はい、水やりの時はシクラメンの球根のあたりに水をかけないってことですね、うん、足元にかける。そうなんですよね、はいはい、まあ、他の植物も大体そうですよね、はいはい、あまり花びらに水をかけない方がいいってよく言われますよね、うん、花びらは一番弱いですので水をかけないようにする、足元から水をかけるっていうのが大事です。やっぱり土の分量がそんなに多くないので、はい、よく見てあげること、うん、朝この土の水苔が乾いていないかどうかを確認してあげるっていうのが、うん、ね、はい、うん、いいと思います。なるほどなるほど。あとは日向に置くことですかね。日向にね、はい、それからあとシクラメンなんですけど、はい、シクラメンは花が終わると、うん、花びらがだんだんこの白の場合は茶色っぽくなっていって、うん、あ、そうなんだ、はい、あと下向きにこう種ができるんですよ。はいはいはい、その種をずっとつけっぱなしにすると、うん、次の花が上がりにくくなるので、例えばこれが種だとしたらくるくるっと巻くようにして取ってあげるんですね、はい、ちょっと抑え気味にして巻く方がいいですね。ただ巻いてこうやってやると、うんうん、こうグッとこう全部抜けちゃったりする場合があるので気をつけて抑えてくるくるってやってポッと抜いてあげるといいと思います。そうすると綺麗に保てるよと、はい、そうですね。この間のガーデンシクラメンのね、うん、あの、はい、寄せ植えの動画があるんです、うん、見てない人はぜひ見てください、はい、ちょっとね、コメントの方に、うんうん、クラメンが毎年失敗する理由がこの動画で分かりましたって、うんうん、はい、多分その方は僕と同様、あの球根ってことを知らなかったんですね。はい、ということで今日は、はい、ガーデンシクラメンのリースの作り方ということでお届けしました、はい、最後までご視聴ありがとうございました、はい、ではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。